テルのビジネス大学へようこそ。今日はね、T ポイントが貯まる YJ カードっていうのを送りいたします。まずね、自己アフィリエイトを目的にクレジットカードを作るっていうのをまずお話ししますとですね、まあ、シニアになりましてね、年金生活で、生活はね、やっぱりお小遣いが欲しいわけで、そこで考えたのがですね、A8 ネットというサイトで、まあ、クレジットカードとかね、いろいろ作る、それを自己アフィリエイトっていうんですけども、5000円から1万円をね、リスクなしでゲットできるということで、何回も何回もできるわけじゃなくてですね、1回だけのメリットってことなんですが、手続きはね、少し面倒です。それから、で年金という固定収入があれば、信用はあるんで、月に2枚から3枚作れます。でね、ここの A8 ネットから入って、いわゆる自己アフィリエイトの部分でね、まずはそうですね、楽天カードを作るのがいいですかね。それからね、次のね、自己アフィリエイトの案件はね、FX っていうのがありましてね、これも私 FX ね、何個かやりました。例えばクレジットカードで5万円作りますとね、FX 次に行くときは FX がいいと思います。やっぱりね、FX でね、5000円から1万円もらえるんですけども、FX やらは実際にね、お金を入れてね、25倍かな。だから100万ぐらいの取引をカポカポってやんなくちゃいけないんですね。これはね、ちょっと怖いようですけどね、 YouTube でね、 FX のその口座を作る会社の名前を入れるとやり方が出てきます。ただね、為替ってね、まあどうでしょう、雇用統計がない時とか、あと1月のね、頭に急落とかありましたけど、そういう時でなければほとんど動かないんで、まあ、パッと入ってパッと出るということで、その取引量を制約のね、を満たす取引量をやればいいと思いますね。最近はね、 LINEFX もなんかやるってんで、ちょっとそれをやってみようかなと。そうすると1万円ぐらいもらえるんじゃないかな。ただお金はですね、すぐには入ってこないんでね、一月二月待たされますけどね。それでこういう時にネット銀行があると入出金が楽なんで、その FX の口座にお金を入れなきゃいけませんから、そういう時に銀行に行かなくても、ネット証券の楽天銀行ですか、ですとおすすめですね。ネットでお金を移動できますからね。それからね、もう一つ面白いのが、この YJ カードで T ポイントゲットできるメリットっていうのがありまして、これを私最近見つけたんですけど、YJ カードって、いわゆるヤフーの YJ カードですね。で、これ T ポイントをゲットできるってことを発見しまして、セブンイレブンの7個カードを作ってですね、これと T ポイントのこの YJ カードでコラボするとですね、いいわけです。で、パソコンで7個カードに YJ カードからお金を入れるだけで T ポイントがゲットされます。で、これはね、公共料金を払えるんですよ。固定資産税とかね、住民税とか、健康保険料とかね、これで払えるんですよ。昔はね、これ引き落としにしてたんですけどね。まあ、めんどくさいですけどね。でも、ほら、ね、今までだったら、一斉にもポイントもらえなかったのがもらえるようになるわけで。はい。公共料金はね、全部銀行で引き落としてたんですよ。ところがね、このセブンイレブンで引き落とせる支払いの伝票が送られてくるものは払えるんですね。払えるというか、それで T ポイントがつくんですよね。はい。
公共料金を 7個カードで払って T ポイントはねつかないんですよね。でも YJ カードで支払っても T ポイントはつかないんですけど、要するに YJ カードから7個カードにお金を入れる時点で、T ポイントがつくんですよね。YJ カードは年会費が永久無料なんでね、いいと思います。これはおすすめです。これも YJ カードを作るときに自己アフィリエイトができるんです。はい。から YJ カードから7個カードの入金するには注意が必要ですということでですね、まあ、先日固定資産税7個カードで払ってきたんですけどね、これ知らなかったんでね、T ポイントゲットが非常に嬉しかったんですが、これね、7個へのカードの入金にはね、上限があるんですよ。確か1日3万円から2万円でね、残高確認っていうのをね、セブンイレブンでやってもらわなきゃいけないんですよ。だからその、社外保険料とか固定資産税っていうのはその月に払うやつなんで、1回っていう場合もあるし、社外保険料なんかは2ヶ月に1回とかね、そういう時になるべく少しずつね、お金を残高を貯めて払うということですね。これね、7個カードの電話問い合わせでやり方を聞いたんですけどね、YouTube でね、解説したいと思うということで、今やってるわけです。ちょっとね、ということで今回やりました。Fカードはね、こっからだったかな。ね。申し込みすればいいわけですね。はい。ということでですね、今日は T ポイントが貯まる YJ カードというのをお送りいたしました。内容が良ければいいねを、そしてチャンネル登録していただきますと、そうですね、私今150超えてるんですが、なかなかね、150から上いかないですね。やっぱりアフリエ、なんていうんですか、マネタイズするには、1000人いかなきゃいけないんでね。まあなんか、最近 YouTube 見てると、広告費をつぎ込んでね、50万ぐらいつぎ込んだとか言って、それで増やしてる人もいますね。まあでも私はそれはできないので、年金生活なんでね。徐々にコツコツと。やっております。まあ株とかでね、ボコンと儲かればやってもいいんですけど、なかなかそう簡単ではないです。それからですね、これね、マネタイズどうやってるかっていうのをご説明いたしますけども、これ Google AdSense なんですね、これね。それから、これはね、Instagram が非常にいいってんでね、SNS、今流行ってるらしいんで、これにもね、アクセスをね、お願いするようにやっております。それから最近の投稿がね、こうやって出てきますね。最近投稿でこれがほら、Uber Eats なんてね、これは ASP のね、あれなんですけどね、これは広告になってますね。それから、これが楽天のアフィリエイトですね。これは YouTube に誘導するやつですね。これをクリックしてもらうと YouTube に行きます。それからこれがメルマガですね。やっぱり今は LINE ステップというのもありますけど、メルマガはね、やっぱりそこそこ行きますんでね。で、これは無料なんですが、ステップメールっていうのができないんですね。ステップメールやった方がいいんですけど、それは、3,500-3,600円のステップメールのその会社をね、頼まなきゃいけないんで、それできないんでやっておりません。それからツイートをね、これツイートですね。だから楽天カード、これが A8 のアフィリエイトですね。これいつも5000円なんですけど、今ちょうど7000円になってるんですかね。それからこれが Google AdSense ですね。これはクリックしてもらうといくらかお金が入るんですけど、これ自分でクリックしちゃうとね、ダメですね。チャンネル、なんていうか、Google からバンされますね。ということで、内容が良ければいいねを、そしてチャンネル登録していただきますと、そうだ。YouTube の撮り方をね、毎回説明してるんですけどね。
もしこれブログ化で書くでしょ、そうすると YouTube をね撮る場合はこれ Apple のクイックタイムっていうのほらクイックタイムプレイヤーっていうやつがあるんで、これをクリックしてここから、画面、録画っていうのをね、クリックすると画面が録画されて、でマイクをねくっつけるとこう喋ってるのがいいんですね。昔はですね、画面だけ下から上に上げてたんですけど、こう声の通らない、なんかこう声が入らないものはね、なんかマネタイズできなくなるらしくて。で、これ私こういうふうに直したんですよね。ということで、よければですね、チャンネル登録、よろしくどうぞ。